ホルツミンデンを行くベーザー川観光船ブレーメンのベーザー川ベーザー川はドイツ中部の中びく山地から北ドイツ定地へ北に向かって流れる川であるベーザー川の名前で呼ばれるのはその主要な源流であるベラ川とフルダ川とが合流する反ミュンデン以降である河口はブレーマーハーフェン付近で北海に注ぐベーザー川はその全長が連邦水路となっており ヘッセン州、ノルトベストファーレン州、ニーダーザクセン州、ブレーメン州がこれに面している。ベーザー川の流域の一部は、これらの州の他に、チューリンゲン州や、ザクセンアンハルト州に及んでいる。ベーザー川とベラ川の名前が、同じ起源から生じていることは、かつて、ベラ川は、ベーザー川の上流で、古田川は単に支流とみなされていたことを示している。 ベーザー川とベラ川の名称が完全に分離されたのは初期進行ドイツ語以降である。古田川はベラ川に比べて流域面積はやや広いが流路が少し短い。ベーザーシュタイン全長2 9 2トルのベラ川と全長2 1 8トルの古田川が反ミュンデンで合流してベーザー川が形成される。 合流地点付近の古田川の島タンツベルダーの北端に以下の碑文を記したベーザーシュタインが混流されている。ベラ川と古田川の合流点半身運転の内陸水路離程の例ポイントがある。この地点の水面は海抜116.5メートルである。オーバーベーザーはオベーレスベーザータールをポルタベストファーリカまでベーザーベルクラントを通って流れる。 オベーレス・ベーザーター,タールの斜面はむね森に覆われている。多くの村は採石業を営んでいるか、かつて営んでいた村で、数多くの歴史的建造物がその石材で建設された。多くの村の景観は木組建築により印象付けられるが、その建築様式は川を下るにつれ、ヘッセン様式からニーダーザクセンベストファーレニ様式に徐々に移り変わっていく。 ベーザー側は、ハンミュンデンから、バート・カールスハーフェンまで、ニーダーザクセン州とヘッセン州との宗教となっており、ここからホルツミンデンの下流側までは、ところどころで、ニーダーザクセン州とノルト・ベスト・ファーレン州との宗教を、なしている。その後は、ニーダーザクセン州内を流れ、リンテルンの下流で、ノルト・ベスト・ファーレン州に入る。北側から見たポルタ・ベスト・ファーリカ。 ベーザー川が両側から迫る山地の間の狭い霧道を北ドイツ定地に向かって流れる。反ミュンデン付近からオーバーベーザーの霧道の谷が始まる。最初はラインハルトの森とゾリングとの間を北に向かい、ゾリングの手前のカールベルクで鋭く西に曲がる。ラインハルトの森とゾリングとの間は300メートル近い渓谷を形成している。 バーとカールスハーフェンとハノファーシェフリッペンを過ぎ、ゾリングの南西端で北に曲がる。谷は、例えばヘクスターやホルツミンデン近郊、ハーメルンとリンテルンの間などでは幅を広げるが、その間にもルーラーシュバイツのように幅の狭い箇所が、繰り返し現れる。ホルツミンデンとボーデンベルダーとの間でベーザー川はゾ、ゾリング・タ・ゾリング・フォーグラー自然公園に属す。 ブルクベルクやフォーグラー山地などの山や丘陵の間を通る。ボーデンベルダーから北はベーザーベルクランとシャウムブルクハーメルン自然公園を抜けて流れる。ハーメルンにはオーバーベーザーでは唯一の石がある。この石はベーザー川全体で最も古い石であり、中世の水車用の石をその起源とする。ハーメルンの下流で川は大きく西に曲がり、 フロート付近で再び北に進路を取る。ベレ川が合流した後ベーザー川は、ベーザー山地とビーエン山地との間のポルタ、ベストファーリカと呼ばれる、深さ200メートルの短い切り通しを通って、北ドイツ低地に流れ込む。これにより、メルトリヒャーアトイトブルガーバルイコールビーエン山地、自然公園の東部の小区画が分離されている。この自然公園は遠く離れた。 トイトブルクの森からビーエン山地を越えて、ベザー山地のビュッケブルクまでを包含している。民伝の北外れで、ミッテルラント運河がベーザー川を、高架の運河橋で横切っている。水理、水運局の定義では、この水路ジャンクションからが、ミッテルベーザーとされている。しかし地理上の観点から、ポルタベストファーリカをもって、オーバーベーザーと、 ミッテル・ベーザーとの境界とすることも多くある。シュリュッセルブルクまでは、ノルトライン・ベスト・ファーレン州、シュトルツェナウからは、ニーダーザクセン州である。北ドイツ定地のこの付近は、ベーザー定地とも呼ばれる。ホーイヤーまでは、ミッテレ・エレス・ベーザータールとも呼ばれる。ミッテル・ベーザーは5つの席によって直線化されており、席のある運河を経由することで、皇程は、やや短くなる。 民伝ンンとブレーメンと魔の王もに田舎を流れる、ミッテルベーザーソいの町には、ペーター・スハーゲン、ニーンブルク、フェルデン、アヒムがある。ブレーメンの推理工事技術者のルートビヒプラーテは1919 19年から1922年に、ブラームシェからシュターデーの運河の開発を計画した。このハンザ運河と呼ばれる、運河計画では、アヒム付近でベーザー川を横切ることになっていた。 この計画は1950年代に放棄された。水路学上、ミッテルベーザーは、ベーザー離五 362.5km のブレーメンハッシュテットにあるヘーメリンガーベーザー関で終わる。この石上の水面は、海抜 4.5m である。ヘーメリンガーベーザー関から北海に注ぐ河口までの、川筋は、潮の緩慢の影響下にあり、ウンターベーザーと呼ばれている。 内陸水路としての利堤は付与されているが、ビルヘルムカイザー橋の50メートルほど下流までは、ベーザー側の緩慢範囲である。ベーザー利堤の366.72キロメートル地点がウンターベーザーの例ポイントである。ここには13世紀に橋が架けられ、海洋船舶航行の上限の目印とされていた。1867年からは、 ウンターベーザー離五 1.375km 付近のベーザー鉄道の橋までが内陸船舶水路から海洋船舶水路に変更された。ブレーメンでの緩慢さはベーザー側の直線化によってかつての 0.73m から 4m にまで拡大した。ウンターベーザーはまずブレーメンを通りその後ニーダーザクセン州を流れる。ブレーマーハーフェンの砂地の川口部 ウンターベーザー離底 65km 付近で、ウンターベーザーは終わり、アウセンベーザーが始まる。アウセンベーザー地図、アウセンベーザーは、南東から北西方向に伸び、北海の干潟に向かって、ロート上に開いた川口部を指す。アウセンベーザーは、ニーダーザクセン干潟自然公園を分断している。アウセンベーザーには2つの干潟、ロッベンプラーテと、 テーゲラープラーテがあり、二つの分流に分かれている。北東のブルスター筋、テーゲラー水路と南西のフェダーバルト水路、ホーベク水路である。現在は、西の分流だけが航路として用いられている。反ミュンデンから4 5 2トルウンターベーザー離底8 5 2 4 8トルのベーザー川河口が、内陸水路が、北海に至る海の境界点である。 東岸には、ニーダーザクセン州のミッセルバルデンが位置している。この地点より、外側は、アウセンベーザーの外側領域と呼ばれ、北海の海洋航路に属す。アウセンベーザー領域の干潟には、ホーエベク灯台やロッペンプラーテ灯台をはじめとする、数多くの灯台が建っている。北西端には、テーゲラープラーテ灯台が建ち、さらに北西の北海中に、 ローター山と東大やアルテベーザー東大がある。ベーザー川の主な支流には以下のものがある。カッコ内は合流点、R は右岸川、L は左岸川の支流を意味する。タキトゥスが記録しているラテン名のバイサージスはゲルマン語ビジュリーの所有格バイサージョーズに由来する。この名前はフランスのベジャー川やベルギーのベズダラ川と同じく インドヨーロッパ語族で、共通の、流れる、注ぐを意味する言う、アイスマイナスを起源とする。ベーザー川、ベラ川と起源を同じくする、その他の川に、フランスのラビス、ビスズ、ビジンス、ビサンシン、北イングランドのウェア、ビュルテンベルク地方のビシーズ、スイスのバソンズ、エトルリア地方のビセンジオ、リトアニアのビオシンタ、ノルウェーとスウェーデンのビザ、 ポーランドのビスチュラーがある。8世紀以降、ベーザー川も、ベラ川もウェーズラ、ウィスラ、ワイゼラ、ワイズラ、ズラウィサラといったここドイツ語型の名称で呼ばれ、さらに、流れる水を意味する設備語 AHA をつけて、ワイジラやあるいは、ウィシェール派と称された。ブレーメンのアダムは、1075年に、以下のように記述している、ザクセンの主要な川は、エルベ川、 ザーレ川とウィサラ川で、この川はウィズラあるいはウィロハとも呼ばれている。この記述は、ベーザー川とベラ川が当時は一つの、同じのであったことを示している。しかし、時代とともに、地方の鉛によって、SR が RR に転化し、上流部分が概念上、下流部から分離されて意識されるようになった。低地ドイツ語と。 高知ドイツ語との境界がほぼ正確に、反ミュンデン付近であったことによって、この分離が助長された。高知ドイツ語型のオイーラは、ウエラとなった。低地ドイツ語では、現在もデワーサーニアでワーサーと、二つのシ音を有している。ニータカドイツ語の時代になって、初めて、ウエラとベーザーは、明確に分離され、かつての同じ川の上流と下流を区別して、指すようになったのである。 150万年前から、エルスター表記の中頃まで、ベーザー川は、ハーメルンから、ダイスタープフォルテ、ハラータールを通って流れていた。アーデンゼンの東、連邦道 B3 号線のハラー橋でライネ川が、ベーザー川に注いでいた。ベーザー川のつぶての発見地から、当時のライネ川とベーザー川の共通の流路が、同定された。当時の川筋にあたる、現在の町は、 ノルトシュテンメン、レッシンク、バルンテン、ザールシュテット、グライディングン、レーテン、ラーツェン、ヘーファー、アルトバルムビューヒエン、ブルクベデル、メレンドルフ、ブレリンゲンである。ベーザー側のつぶては、ノイシュタットアム・リューベンベルゲ近郊のハーゲン地区を越え、ニーンブルク方面へ伸びている。ヤーデブゼンの、形成アニメーション更新用の表記時代は地形を、完全に変化させ、 ベーザー川の川筋にも影響を与えた。オランダでベーザーの氷歴が発見されたことは、ベーザー川が現在の民伝カラビーエン山地の北陸を通ってアイセル湖方面へ流れていたことを示している。氷期の交代は流路を再び解放することになり、ベーザー川は北方面へ流路を変えた。氷河の溶け出した水と中引く山地から流れ下った洪水が、 氷河国に集まり、ベーザー川に流れ込んだ。アラーベーザーの氷河国はずっと南に位置しており、オーデル川の中流付近からエルベ川中流を通り、ベーザー川に注いでいた。現在のミッテルベーザー沿いの荒野の高台付近で、これらは、ベーザー川に合流し、その後ブレーメン盆地へ流れていた。北海に注ぐ河口も、不安定で千年の間にバンゲローデ島から、 ヘルゴラント島への間を揺れ動いた。14世紀中期から16世紀初めまでベーザー側には河口に三角州があり、多くの分流に枝分かれしていた。ヤーデブーゼンは12世紀に形成された。メーレスワインブリューヒエを通る川筋は、ベーザー側の流路跡に形成された。ノルデンハムから西に流れるアーネ川とヘーテ川は、 ブラーケからは北西に流れるロックフレート川となるが、この川は時代によっては、エルスフレート水路から、ヤーデ川までをつないでいた。現在のウンターベーザーと、ヤーデブーゼンとの間の半島は、島となっていた。このため、半島は、全体として統一した名称を有しておらず、北部は、ブトヤーディンゲン、南部は、シュタートラントと呼ばれる。ブレーメン市で、最初の港は、 バルゲという名の分流に設けられた。カロリング町時代には、こちらが本流であったのかどうかはわからない。12世にもまだバルゲは、当時の船舶には十分な、深さを有していた。旧市街は、バルゲとベーザー川本流との間の島で発展した。13世紀からは、ベーザー川本流の貸しも、港として利用されるようになり、貸しの防衛施設修羅果てが、 木造で建設された。14世紀からバルゲは内陸船だけが使用する港になった。この港は19世紀の初めに埋め立てられた。ブレーメンのクライネベーザーは19世紀の工事のずっと以前からミッテルベーザーからの定期的な水の供給がなくなっており、このためオーレベーザーとも呼ばれた。 19世紀になるまでベーザー側からつながっていた軍事防衛施設の堀が市の中須と低ホーフ等を隔てていた。1920年代にベーザー側の水は上流にできた仮工場の排水によってひどく汚染され飲料水として使えなくなった。このためブレーメン州はプロイセン州、チューリンゲン州、ブラウニシュバイク州を相手に ドイツ帝国国事裁判所に提訴した。1950年にクライネ・ベーザーの上流の潮位、調整地が拡大されて、ベルダー湖が作られた。1968年に、クライン・ベーザーが、ベーザー側に注ぐ河口の約200メートル手前に石が、設けられた。1980年代の改修工事によってクライネ、ベーザーとベルダー湖との間の境愛部が拡張され、 これによって両者は水分が上一体となった。同時にミッテルベーザーからこの湖に新鮮な水を供給するための水路が作られた。19世紀末まで洪水によってブレーメンの南境界付近で溢れ出たベーザー川の水は滑子の砂丘へ流れ込み、ここからレーズム川を通って 26km 下流のフェーゲザック近郊で再びベーザー川に戻っていた。 紀元50年頃のヨーロッパの部族分布図。画面左よりの赤い領域から黄色い領域に流れているのが、ベーザー、ベラ、フルダ川古代、民族移動時代オーバーベーザーの渓谷には、ゲルマン人の進出以前は、ケルト人が住んでいた。ローマ人は、古い、ケルト人の祭儀の土地に神殿を作り、さらに中世には、ブルスフェルで修道院教会が建設された。 カエサルのガリア戦からトイトブルクの戦いまでのローマによる征服期にはすでにベーザー川流域にはゲルマン人が住んでいた。タキトゥスや他のローマの年代記作者らはベーザー川の下流域にカウキー族が上流にアングリファリアー族やケルスカー族が住んでいると記している。古代及び中世初期の作者たちはこうしたゲルマン人部族に関する記述を交渉に基づいて 記録した。これらについては反論の余地があり、また比較的確実な誤りがあることから、現代の歴史家はこれらの古いテキストを慎重に評価している。2世紀末、現在のホルシュタイン地方に初めて、ザクセン人に関する記述が現れた。彼らは4世紀には、ベーザー川流域に住み、さらにはるか西のアイセルコ地域からザール・フランク族を追い出した。 当時ザクセン人入植地の大部分で、両部族間での戦いの痕跡が見られないまま、カウキー族が住んでおり、このことから、カウキー族は、ザクセン族の部分部族であったと推測されている。後に、ベスト・ファーレン族やエンゲルン族もこれに含まれた。トメピンをはじめとする数多くの遺物が、4世紀から5世紀に、エルベベーザートライアングル及び、ミッテルベーザー流域に、 ザクセン人が定住していたことを証明している。中世フランク王国の拡大による最初の衝突は775年にザクセン人の部分部族エンゲルン族との間で起こった。この部族はベーザー川流域の支流デーマル川からブレーメン北方の海浜地方までを主な定住地としていた。エンゲルン族は広さの異なる多くのガウに分かれており、 その土地が彼らの政治組織における権力の後ろ盾となっていた。カール大帝によってこの地方が征服され、782年、または783年に、ザクセン人の公式な部族集会が禁止された。ザクセン勢力の独自の政治活動とともに、エンゲルン族、ベストファーレン族、オストファーレン族のアイデンティティは失われたのである。 カール大帝によって設立された、民伝司教、フェルデン司教、ブレーメン司教の司教座所在地の周辺に市場町が形成された。ハーメルンやヘクスターは9世紀に修道院近郊の市場町として成立した。しかし、これらの町が実際に都市圏を得たのは12世紀、ハーメルンやフェルデンは13世紀のことであった。 ブラウニッシュバイクに立つハインリヒシシコの造船127年に、ベルフ家のバイエルン公ハインリヒ10世が婚姻により、作戦行為を獲得した。その豪腕な息子ハインリヒシシコは、皇帝フリードリヒバルバロッサと対立し、徐々にその権力を削がれていった。このため、ベーザー川流域では、政治的細分化が進行した。数多くの白や、貴族家が、 支配域を拡大していった。パーダーボルン司教、民伝ンン司教、フェルデン司教、ブレーメン大司教も、その支配地を拡大した。やがてベルフ家の分家がこの地域で最も重要な、領主となり、1866年までその県政を、保った。フンテ川の川口より、下流のベーザー砂岩に住んだフリース族は、何、世紀もの間。 神聖ローマ帝国の参加でその自主性を獲得していた。15世紀にブレーメンがこの地域を支配下に入れようと試みた。しかし1499年、シュタートラントとブトヤーディンゲンはオルデンブルク博に征服された。様々な領主の所領関係や相互関係は常に変化していた。広大な所領を持つ家門の一つがシャウムブルク博であった。 古田修道院領の大会から発したエイバーンシュタイム博の書領は1408年にベルフ家のブラウンシュバイク公のものとなった。近現代進行する領土の細分化に対応するため1512年のケルン帝国会議で10の帝国クライスが設けられた。そのニーダーラインベストファーレン帝国クライスとニーダーザクセン帝国クライスとの境界がベーザー側に沿って設けられた。 領土の細分化は、ベーザー川の水運にとっても不利であった。隣接する税関でその度に通行税を徴収されるからである。このため隣接する領主間の紛争が生じた。ミュンヒハウゼン断尺下から分岐した領主は下流に、位置するヘシシュオルデンドルフ市のベーザー川交易を遮断したが、交易は谷の反対側の流れを迂回して行われた。 ベーザールネサンス様式のベーベルン城中世から、近世への移行期にベーザーベルクラントの貴族や、裕福な都市は特別な建築様式である、ベーザールネサンス様式を生み出した。1648年のベストファーレン条約により、スウェーデンが、ブレーメン工領とフェルデン工領を獲得し、これにより、ベーザー下流域の右岸を領有することとなった。18世紀初めに、 デンマークによって占領された両地域は、ベルフ家のハノーファー選定港に移乗された。ブレーメン氏は、苦労の末に、帝国直轄都市の地位を確保した。1776年、カールスハーフェンで1万2000人の兵士が船に乗った。この兵士は、アメリカ独立戦争で、アメリカ軍と戦うために、ハノーファー選定港で、イギリス国王のジョージ3世に対して、 ヘッセンイカッセル砲クフリードリヒ2世から対応された兵士であった。後に、かろうじて半数だけが帰還することになる。この兵士たちは、はじめつイーゲンハインなど、ヘッセン北部の村に集合し、カールスハーフェンからベーザー川を経由して、ブレーメンにいたり、ここからさらに来たアメリカに向かって輸送された。30年戦争以降、ブランデンブルク選定校すなわち、 プロイセン国王が徐々にベーザー川流域の最大部分を獲得していった1648年に旧民伝子協領1812年から1815年のウィーン会議でヘクスターを含むパーダーボルーン市協領1866年の広島戦争後にはハノーファー王はベーザー流域の50%以上と カールスハーフェンまでのサガニアヘッシュ州、オルデンドルフ周辺のシャウムブルクの飛び地及び、リンテルンを含むヘッセン選定工業を獲得した。ドイツ帝国では、ベーザー川は、プロイセンのほか、ブラウンシュバイク、ブレーメン、オルデンブルクに属していた。ブレーメンは、海洋港を有していたため、ドイツ帝国の加盟国でありながら188 18年まで、 ドイツ関税同盟には加盟しておらず、関税上は外国であった。ブレーマー・ハーフェンは、ブレーメンの地域の拡大に抵抗し、プロイセンに属した。1945年にブレーメンは、ベーザー・アミュンで周辺に拡大されたブレーマー・ハーフェンと、共に、イギリス管理区域海浜地方にあるアメリカの管理地区の飛び地となり、1947年に一つの州となった。 ベーザー川の流域面積は、源流であるベラ川と古田川の流域面積12,440平方キロメートルを含めて、46,300平方キロメートルである。ハーゼ川は、エムス川の支流であるが、途中で分岐するエルゼ川は、ベラ川に流れ込む。このため、エルゼ川との分岐点までは、エムス川とベーザー川の両方の流域に属す。 北ドイツ定地のいくつかの箇所で流域の円は明瞭な分水界を有していない。そこは広大で平らな湿地であり、その排水網は場所や場合によってベーザー川に排水することもあれば、ヤーデブーゼン川やエルベ川に流れることもある。このため正確な流域面積の算出は難しい。長い方の源流であるベラ川は、チューリンゲンの森の南側で流出する。 この川には、中林源の森の北部や中林源盆地辺縁部の水も流れ込む。短い型の源流である古田川の方が水量はやや多い。この川は、ヘッセン州のレーン山地で湧き出し、その最大の支流であるベーダー川は、ノルトラインベストファーレン州ジーゲン・ビトゲンシュタイン郡のビトゲンシュタイン地方、ロタール山地に流出する。 ベーザー川の最大の支流は、アラー川である。この川は、ザクセンアンハルト州のマクデブルク平野で湧き出し、ハルツ山地西部から流れてきたその最長の支流である、ライネ川の水を集めて流れる。ベーザー川の高度と流量のグラフオーバーベーザーは、典型的な中引く山地を流れる川として、その水量は、大変に、不安定である。冬の半年間は、 洪水が珍しくなく、これに対して、夏にはしばしば最低水位になる。ミッテルベーザーへの移行部分にあるポルタベストファーリカ、水系による、平均流量は180立方メートル、S で、最低流量は63立方メートル、S、最高水量は830立方メートル、S である。ベーザー側の視点に当たる半身運転の水系では、 約30立方メートル S の最低流量も珍しくない。平均的な低水状態の流速は秒速0.8メートルである。民伝ンンとブレーメンとの間のミッテルベーザーはそれよりも明らかに多くの水が流れている。ブレーメンの南イントシェーでの水位計は平均流量320立方メートル S を記録している。 最低流量は約120立方メートル S、最高流量は1200立方メートル S である。平均的な低水状態での流速は積による制御によりやや遅く0.5から0.7立方メートル S である。半ンデンからブレーメンに至るまでの水の平均滞留期間は2.5日から6日で平均4日間である。 ウンターベーザーの流量や流速は、潮の干満に影響される。干満の中間時のウンターベーザーの平均流量は、ブレーメンのベーザー席付近で327立方メートル S から、ブレーマーハーフェン付近での約6600立方メートル S まで連続的に上昇する。絶え間ない干満の変化により、比較的短い経路を取ったとしても水が、 北海に至るのには日課から24課を要する。ベーザー川の川沿いに位置する市町村は、ベーザー川の洪水に繰り返し苦しめられてきた。古田川やベラ川の直線化にもかかわらず今日に、至るまでそれは続いている。例えば、以下に、民伝史の年代記の中から、洪水の記録を列記する。 1943年5月16日の夜から17日にエーダー湖のセキトメダムがイギリス軍の空爆によって破壊された。このダム湖は幅70メートル、深さ22メートルで、ここから約1億6000万立方メートルの水が流れ込んだ。高さ6メートルから8メートルの津波がエーダー側を降り、 古田川とベーザー川に押し寄せ、民電に至るまでの激しい氾濫と破壊の原因になった。2010年3月の洪水時の民電、市内ブレーメン付近の流氷橋、関、水門といった施設は、昔から厳しい寒さで氷結したベーザー川の流氷によって危険にさらされてきた。氷塊は危険な高さにまで積み重なると、 構築物に対する圧力を減じるために爆破されていた。1930年代までは、オーバーベーザー及びミッテルベーザーは定期的に氷結したので、川を徒歩で、あるいは馬車で渡ることができた。ブレーメン付近のウンターベーザーも1890年代には、ほとんどの冬に分厚い氷の層が形成された。1828年、ブレーメンの若者グループが、 来年の元日に氷結したベーザー側の上を体重99ポンドの下手屋が赤く焼けたアイロンをかけながら足を濡らさずに渡り切れるかという掛けをした。これがドイツ水難救助協会が主催して行われるブレーマーアイスベッテの起源である。しかし、ベーザー側が直線化され掘り下げられて深くなると稀にしか氷結しなくなった。 このため賭けが成立しなくなってしまい、大抵はくじ引きで氷決するを引いたチームを負けとしている。負けたチームは、その後600人のゲストのために宴会を主催する。メイン料理は、コールピンケルである。かつて1960年代には、フェーゲザック近郊のベーザー側で、プファンクーヒエンアイスという現象が時折見られた。この現象は、 ベーザー側とレーズム側との合流地点で起こっていた。異なる二つの川の水流によって、漂う氷塊が回転し、ほぼ円形になるまで互いにぶつかり、削り合う。こうして氷塊は巨大なパンケーキのようになるという現象である。中林源やヘッセン東部における仮岩塩採掘の拡大と源流に大量の塩が流入したことにより、 1990年代に多くの鉱山が閉山するまで、オーバーベーザーやミッテルベーザーの流氷は見られなく、なっていた。その後徐々に、昔の状態に戻っている。1996年1月から2月の5週間、ベラ川は、ビンツェンハウゼンと、ハンミュンデンとの間で氷結し、その後激しい流氷によって、オーバーベーザーでは、 多くのフェリーが運行を停止しなければならなかった。20世紀の初めまでベーザー川は大変に魚の豊富な川であった。しかし、増加する工場や人口増加に伴って水質が悪化した。浄化施設を建設しても状況は変わらなかった。さらにベラ川や古田川周辺のカリガ岩塩採掘によって川は強く塩水化された。第二次世界大戦後、 ベーザー側の水質はさらに急速に悪化し、1990年代の終わりまでには水質グレード3、4あるいは4にランクされるようになっていた。汚染の主要因の一つはチューリンゲニアヘッセンからの塩分を多く含んだ排液の流入にあった。自治体や企業による浄化施設の拡充、新設や工場の作業方法改善、 カリガン塩採掘の減水は徐々に水質の改善効果をもたらした。ベーザー側の生物学的水質に関する活動報告によると一部で水質グレードはクラス2いくつかの箇所では2-3にランクされている。これには塩水化が相変わらず問題とされている。2005年頃からカリ溶液の排液量増加が議論の対象となっている。 ブレーメン、ベーザーゼキの魚動生態学的に見ると、ベーザー側は4つの根本的に異なる、動植物生息域をとって流れている。ハンミュンデンから、ポルタベストファーリカまでのベーザーベルクラントでは、主に頭皮、ブナ、多くの森に、数多くの生物が生息している。ミュンデンからブレーメンまでのミッテルベーザー地域は、広大な湿地で、 農業用に整地された構造であり、一部に小高い森がある。この区間では、荒地や米ン地がその特色である。この地域で、流路は蛇行を繰り返し、古い川筋に多くの魚が住み、川岸は動植物の生息地となっている。ウンターベーザーの川岸は、ほとんど木のない広大な湿地である。ここでは、 定期的に起こる堤防を越えて砂地の縁にまで達する洪水がこの地形を形成してきた。洪水と共に運ばれ、堆積した砂、泥、粘土やロームが現在のブレーメンと北海との間の構想、低層出現を有する砂地から湿地へと移行する地域の風景を作り出している。有史以前の時代、北海の海岸は現在よりも少なくとも 50km 北にあった。 沈下によって、元の海岸線は変化したが、人々は堤防を築き、その侵食を阻止した。ベーザー川、川口域では、波と堆積によって、関満域に、干潟が形成された。ここは、海生動物にとって、かけがえのない生息地となっている。アウセンベーザー内やその周辺には、気脚類が休むサスが数多くある。 1992年の動植物生息地指令は各州に対して定められた種類の生物生息域を保護するよう指定し危機に瀕した動植物の生息地をブリュッセルの EU に届け出ることを義務付けている国の提案から選ばれた地域はその後 EU の蝶類保護指令に基づき届けられた蝶類保護地域とともに 全ヨーロッパ的な保護地域システムネイチャー2000の構築に供された。シュトローハウザープラーテをはじめ、いくつかのベーザー川沿いの地域もすでにこのプロジェクトに組み込まれている。オーバーベーザー沿いの動植物賞がいかに多彩であるかは2000年6月にベーベルン源の南で行われた約1 4トルにわたる観察が示している。 この時の30以上にわたる地位類、船体植物、イカンタバ植物、軟体動物、昆虫、両生類、鳥類などのリストには、このベーザー渓谷の地域内に576種の植物、389種の動物が挙げられている。2001年に行われた、ハーメルンのプフォルトミューレの席に魚道を設けるための予備審査によれば、 28種の魚類が認められ、うなぎや鮭のような有名な回遊魚の他にも、ベーザー川やその支流を回遊する魚類が多く見られた。ブレーマーハーフェンの魚の競り工業よりもはるか、昔からベーザー川全域では、家業としての漁業が4つ手編みを使って営まれていた。ウンターベーザーや、 ミッテルベーザーソいの村に残る多くの漁師の家は、現在もある程度の豊かさを示している。ミッテルベーザー及びアラー川における1909年の、鮭の漁獲量は4000尾であった。石施設を伴うベザー川の拡張工事や、工業進出に伴う水質の悪化により、1959年には、この漁獲量は事実上例となった。 ミッテル・ベーザー・ソイの最後の職業漁師は、ニーインブルク、ベーザー・のコルト・ドッバーシュッツ及びルドルフ・ドッバーシュッツであった。ドッバーシュッツ家は、すでに何代も前からベーザー側の漁師を務めていたのである。ウンター・ベーザーでは、漁業は、より重要であった。1884年にゲストミューンでの、フリードリヒ・ブッセは、エミオ漁業用機船を、 ブレーマーハーフェンベルフトに注文し、これを使って有力な魚商人となった。彼は1888年にイングランドのそれを手本にゲーストミュンデで最初のセリーチを行った。ゲーストミュンデの遠洋漁業船団は早くも1895年には28隻の船舶からなっていた。1891年、ブレーマーハーフェンも西堤防付近に 放送、冷凍施設を備えた倉庫や、セリーチ会場を有する新しい港を建設することによって、漁業活動に関与しようと試みた。はじめは成功したが、ブレーマーハーフェンの港の水門通貨のために経費が、かさみ、市場の売り上げが小さくなったために失敗に終わった。一方、 ゲーストミューンでは1891年から1896年の間に塩任せではあるものの、水門のない漁港を拡張し、1914年までに漁業船団を93隻の汽船を有するまでに拡大した。1930年代には船団は215隻となり、21人の選手の元で約7000人が雇用されるといった一時的な ピークを迎えた。第二次世界大戦後、ゲーストミューンでは、ブレーマーハーフェンに合併し、1960年までヨーロッパ最大の漁港に発展した。しかし、アイスランドやノルウェーの漁業水域が200回りに拡張されたことにより、1984年までに最も重要な漁場と遠洋漁業の2000人以上の職場が失われ、さらには、 約4000人の魚介取引に関わる人々が食を失った。ブレーマーハーフェンにはわずか3隻の漁船があるだけである。1990年まで、ベラ川沿いの仮採掘はオーバーベーザー及びミッテルベーザーの強い塩水化を招いた。これは、魚の生息数も、魚の栄養にとって、重要なボウフラや様々な幼虫も、量、種類ともに、 深刻な現象をもたらした。ただうなぎだけは順調に繁殖していた。現在はスポーツフィッシング協会や町の釣り協会が定期的に幼魚を放流することによって一定の生息数を保つことに寄与している。しかし、うなぎ量の収穫は減少している。バーとエーンハウゼンのイカダ流しの記念日、この地域における製品やこの地域での生活用品は 事実上、ベーザー川で運ばれた。川での輸送に対して関税が徴収された。オーバーベーザーでは、中世にはダッセル博がこの権利を有していたが、1270年に、ブラウンシュバイクコアルブレヒト一世に、これを売却した。工業化以前の時代、重い荷物は、陸路よりも水路によって運ばれていた。遅くとも15世紀末以降には、 オーベルンキルヒエンの石炭が、そうした貨物の一つとして、ウンターベザーのブレーメンまで運ばれていた。1600年頃、ヒルデスハイム地方の穀物や果実がベーザー川を通って、ブレーメンやオランダに運ばれ、チーズや、干物、干湯などを積んで戻ってきた。16世紀から19世紀まで、オーバーベーザーやベラ川、古田川沿いの多くの村は陶器を生産していた。 この地域の大量の陶片出土品は生産が盛んであったことを推測させる。ベーザー陶器という概念が生まれたが、これはベーザー側が陶器の輸送に用いられていたことを表現している。オーバーベーザーの陶工の村で生産された陶器や石器は、それらの村と常に往来のあるミッテルベーザー、ウンターベーザー添いの地域だけでなく、アウセンベーザーを経由して、 北海沿岸の地方であるフリースラント、デンマーク、イングランド、オランダにまで運ばれた。オーバーベーザー発の陶器貿易は全ベーザー地域の市場を最終的に支配し、18世紀から19世紀にはミッテルベーザー、ウンターベーザーソイの生産地はもはや帰り見られなくなった。有名な輸出品としては1666年に設立された。 ベッカーハーゲン選定効率製鉄所で製造され、ここから船でまずブレーメンへ、さらに、スカンジナビアやアメリカの顧客に輸送された、ベッカーヘーガーオーフェンが知られている。森林の豊かなベーザーベルクラントの重要な産品は、今も昔も木材である。20世紀中頃までマルタは主にイカダとして流された。ベーザー側のイカダ流しを記念して、バート・エーンハウゼンに、 銅像の記念碑が建てられている。ローマ時代、ゲルマン遠征の際にはすでにベーザー側を船で航行している。ローマ軍の戦団基地はブレーメンゼンハウゼン近くで発掘されている。トイトブルク森の戦い後もローマ帝国の製品はベーザー川沿いに取引されていた。ミッテルベーザー、ウンターベーザー、およびフンテ川流域では アイフェル山地の玄武岩で作られたローマ時代の引き薄が数多く見つかっている。8世紀には小型の貿易船がアラー川、ライネ川、オーカー川などを経由してブラウンシュバイク、ヒルデスハイム、エルツェにまで往来し、12世紀にはベレ川、エルゼ川、ハーゼ川を経由してベストファーレンにまで至った。川を遡る際は例外なく人や、 死役動物が綱で沿道から橋毛を引いた。そのために、包みの近くにはしっかりとした船引き道が設けられており、ごく一部は現在も残されている。綱で引かれての高校は、船引き道の保守の悪さにしばしば悩まされた。船引き道が反対の岸に変わったために、引き手が川を渡らなければならないこともしばしば起こった。川を下る場合は、 綱で引く必要はなく、川の流れで十分に船を航行させることができた。14世紀から15世紀にベーザー側、特に、オーバーベーザーから、ミッテルベーザーに、エーケあるいは、ブレーマーエーケと呼ばれる、内陸船が非常に多く用いられた。これは、ブッケ、ボックシフあるいはブレと同じく、長さ30メートル以下、幅約3メートルの平底の貨物船の通称であった。 伝統的なベーザー地方のボートは、ベーザーベッケと称された。しかしこれは後に、モーター駆動のボートに置き換えられていった。さらにウンターベーザーでは、小舟も用いられた。中世に川を下って運ばれたのは、主に石材、特に、オーベルンキルヒエナーサガン、石灰、鉄鉱石、建築用木材、穀物などであり、川を遡って内陸部へ運ばれたのは、魚。 バター、チーズ、ジューシー、布地、家畜、霊端などであった。蒸気船ベーザー号の復元図1707年、ベーザー川は世界で初めて蒸気船が航行した場所となるはずであった。ドニパパンの発明品である蒸気シリンダーで駆動する船は、ベラ川と古田川の合流点の数メートル手前で川に沈没した。1817年に、 フェーゲザックで建造された、ドイツ発の蒸気船、ベーザー号は、蒸気船航行の歴史の新たな章を開いた。ベーザー号は1833年まで、ウンターベーザーのブレーメン、フェーゲザック、エルスフレート、ブラーケ館を運航し、旅客や郵便を運んだのであった。1399年、フェルデン市郷ディートリヒフォニームはその年代期に、春の洪水が引いた後、 石が多い砂質の土壌を残してゆくと書いている。16世紀末に、ブレーメン氏の議会は、船員ギルドの提案により、フェーゲザックに港を建設することを決議した。それは、ウンターベーザーが砂で浅くなり、船がブレーメンに近づけなくなりつつあるためであった。しかし、フェーゲザックの港もこの問題を、永続的に解消するには至らなかった。船はすぐに、 ブラーケで積み荷を下ろさなくてはならなくなった。さらに砂が堆積し、ブラーケの貴族をめぐって、オルデンブルクコートの間で紛争が起きたことから、1827年に、ブレーマーハーフェンが建設された。ベーザー側の春と秋の洪水は、民伝と北海の間の平地部分を水浸しにした。この時、重い浮遊土砂が岸辺に厚く堆積し簡単なダムとなり、 ベーザー川はどこかの時点で自らそれを突破できなくなった。このため流れのエネルギーは川床に集中し深く掘り下げられていった。やがてこのダムは突破され洗い流された。低水域の水面はところによってはとても深くなって岸辺近くの地下水を引き込むために付近の泉が枯れたりもした。ベーザー川は 流氷や洪水によって、しばしば10メートル程度の深さの大穴を作り出した。この時に掘り出された物質が、サスやナカスに堆積した。これにより川床はしばしば変化し、航行は予測不能となった。ベーザー側に面したすべての両方の代表者による、ベーザーシフ・ハールツアクテは、1823年9月10日に、民伝で、 開始権をはじめとする中世の特権を廃止し、すべての川沿いの両方に対し例外なく河川工事に取り組み、ベーザー川の船舶航行の保全に努めることを義務づけることを決議した。ベーザー川大改修工事の様子1845年に、ブレーメン氏は、地域内のウンターベーザーの春節工事を始めた。1847年には初めて春節蒸気船が、 就航した。また、ケレップ水星を建設したが、あまり成功はしなかった。ルートビヒフランツィウスの設計によれば、川は狭くなるものの、深さは5メートルになるはずであった。しかし、実際には、その半分の2メートルの深さにしかならなかったのである。1874年に、フランツィウスは、委員会で、 ベーザー側の船舶航行進行を目的とする委員会のブレーメン代表となった。彼は、ベーザー側とその全支流のデータを集め、自らの洞察を加えて推進を増し、ブレーメンから川口までをロート状に狭めるベーザー川大改修計画を策定した。フランツユースは、その後、自らのアイデアを完遂するにあたって困難に直面したが、 1881年の洪水による被害が彼の野心的な計画実現を後押しした。ランケグレー近郊のベーザー川の蛇行、ランゲブーフトを切り離し、新たな流路を作るというものであった。資金調達は困難であったが、この大改修計画は早くも1883年に実現化された。ウンターベーザーのすべての工程で改修が行われ、 その間大型船舶はブレーメンまで航行することができなかったため、1888年にヨーロッパ港に船止まりが完成した。ベーザー川改修後、ミッテルベーザー地区に対するベーザー建設、経済措置が取られた。19世紀末にはすでにベーザー川にケレップ水星が建設され、航路の推進を増すために機能していた。1911年、 ブレーメンハーシュのヘーメリンガー関の建設で、関と肛門運河によるミッテルベーザーの水面上昇は始まった。デルフェルデン近郊でも1911年にローホーフシュライフェと呼ばれる蛇行が切り離され、1914年からここに新しく水力発電用の関が設けられた。また、 イントシェーデやペータースハーゲンのエスパー川川口付近では調整用トンネル掘削と席の建設が行われた。一連の工事がすべて完成したのは第二次世界大戦後の復興期になってからであった。ミッテルベーザーアクティオンゲーゼルシャフトとベーザーー連盟 EV の計算によれば1967年までに約3億3000万マルクがこの改良に費やされた。 これは当時の地方の社会資本改良の額に匹敵する。この中には1942年までの準備工事費が5000万マルクと見積もられて含まれている。水力発電所などを含む式業による改良工事は約9億マルクに達する。ベーザー川沿いの7つの水力発電所のうち一番新しいものは ランデスベルゲンの発電所で1960年代の終わりに完成した。7つの発電所を合わせて年間 200GWh の電力を生産し、1986年まで稼働していた。コストは全体で6000万マルクであったが、これはベーザー川改修工事の相当資格13億3000万、マルクのわずか5%であった。ウンターベーザーの水路は 平均12メートルほどの深さとなった。ベーザー川改修工事以前のブレーメンにおける、緩慢の差は10年間の平均でわずか73センチメートルであったが、2004年までの最大の緩慢差は4.5メートルであった。蒸気船の航行により、引き綱妊婦という職種は、急速に失われた。蒸気タグボートは、たくさんの橋気を同時に引くことが可能であった。 下る場合でも橋気はただ引っ張られているだけで、高速航行が可能となったのである。蒸気船で運ばれた荷物は特別な料金を貸すことができ、やがて個人所有の蒸気船も多く収益するようになった。しかし、全体としては、ベーザー側の内陸水運は重要性を失っていった。1851年に鉄道派のオファーブレーメン船が、 1856年に、ゲッティンゲン、ハンミュンデンカッセル線が完成し、ヘッセンから開港まで鉄道路線で結ばれたためである。ミッテルベーザーは、1915年に、ミッテルラントウンガと結ばれて、以降、再び交流した。20世紀になると、ディーゼル線が増加した。その後、自ら内燃機関を有する、貨物線が増加している。ブレーメンを航行する。 貨物船、ベーザー川は、ベラ川と古田川の合流点から川口まで船で航行することが可能である。最大どれだけの大きさの船が、あるいは喫水がどれだけの船が通れるかは、その区間によって異なっている。ある区間で実際に貨物輸送が行える量は、その制限に依存している。オーバーベーザーは、最大長85メートル。 最大幅11メートルまでである。航行可能な最大喫水は水位に依存する。喫水は、実際の水位から区間ごとに異なる余裕が必要となる。その余裕分は、ハン・ミュンデン・カールス・ハーフェン管が17センチメートル、カールス・ハーフェン・ボーデンベルダー管が5センチメートル、ボーデンベルダー・ハーメルン管が28センチメートル、ハーメル・ミンデン管が31センチメートルである。 実際の水位は、船長が、反輸電水利、水運局に問い合わせなければならない。これらの規制に基づき、採算性を考慮した結果、オーバーベーザーに、貨物船は、ほとんど見られないが、第二次世界大戦直後にはまだ、オーバーベーザーを橋家が航行していた。当時は、年間約3万トンの貨物が、内陸水運により、オーバーベーザーを運ばれていたのである。 貨物の主なものは、ベーベルン源、ホルツミンデン、ハーメルンからブレーメンへの穀物であった。ハンミュンデンのバーレウムシュラーク港は1970年代に廃止され、1989年に鉄道施設も撤去された。2008年6月、ハンミュンデンのバーレウムシュラークは港湾活動を再開した。これ以後、大型トラックと 内陸船舶との間で、大型機械部品の上げ下ろしが行われている。民伝とブレーメンの間のミッテルベーザーは、全長85メートル、全幅11.45メートルまでのヨーロッパ船、および、全長91メートル、全幅8.25メートルまでの橋けで、最大喫水が2.50メートルを超えない、船舶が航行可能である。 これは、水路クラス4の制限に適合している。2012年までには、ベーザー離底 204.5km から、ベーザー離底 360.7km までが、クラス VB の制限にまで緩和される予定である。この規制では、全長 110m まで、喫水 2.50m の大型貨物船が、この区間を航行できることになる。 古田港から鉄道橋まではすでにクラス VB の規制が適用されている。内陸船舶水路法の規制範囲はここで終わり、海洋船舶水路法の規制範囲が始まる。ベーザー側はクラスビブに属す。ウンターベーザーは海洋船も航行可能である。看満にも依存するが、航行可能な最大喫水は、 ブレーメン地域で7.5メートル、ブラーケとノルデンハムとの間は9メートル、ノルデンハムとブレーマーハーフェンとの間は13.50メートルである。平均間満差は3.96メートルである。ブレーマーハーフェン以降のアウセンベーザーの14.5メートル拡張工事は2003年に完了した。オーバーベーザーの旅客船。 戦後1817年からのベーザー側での蒸気船航行の流星に伴って旅客船が人の移動に利用されるようになった。長い間、蒸気船での旅は鉄道の旅に比べて安価であり、このため20世紀になるまで船は日常的な交通手段として用いられた。例えば、1851年にオーバーベーザー蒸気船運航は、 反ミュンデンからハーメルンへの下り方向の船を毎日運行するようになり、バート・カールスハーフェンには、カッセル、マールブルク、アイゼナハからの列車が到着した。週に4日は、ハーメルンからミュンデンやブレーメンへの便もあった。さらに月に7日は、オーバーベーザー蒸気船運行は、ブレーメンあるいはブレーマーハーフェンから、アメリカ合衆国やカナダへ移民を運ぶための船も運行していた。 ハンミュンデンからブレーメンまでの総所用日数は3日、さらに北米までは8日から10日であった。有名な外輪船にはカイザービルヘルム号、クロンプリンスビルヘルム号を改め、マイセン号、フィルストビスマルク号がある。現在でもベーザー川全域で旅客船が運航している。ハンミュンデンとカッセルとの間は古田川を運航している。古田川 オーバーベーザー、ウンターベーザーの4月から10月までの間定期的に運行される路線は近隣の自治体住民に利用されているが、ミッテルベーザーでは下記の半年間に極めて不定期に運行されるだけであり、主に小旅行に利用されている。オーバーベーザーを航行する旅客船は水深が浅いために特別な要求が課される。低水状態でも、 定期路線便が運航できるように、ハン・ミュンデン、バート・カールスハーフェン間では、喫水は45センチメートルを超えない。例えば1993年に就航した、リニエ2000の旅客船、ヘッセン号は、喫水が30センチメートルしかなく、可動式で、どちらにも向けられる、ギャングウェイを有している。停泊地に、桟橋はなく、船は、 川の真ん中に4本の伸縮式の足をそこに沈めて停泊する。こうして台に乗ったような形で船はベーザー側で動くことなく静止する。喫水が浅いためオーバーベーザーを航行する。モーターシップは従来のプロペラを持たず外輪船を発展させた形の推進機関を有している。下記にはしばしば最大数の観光客が最低推移の 時期に重なることがあり、週末前の適切な時期に、支流の延庭から水を引いて、水量を増している。ベーザー側では、モーターボートは、市街地域や水門地域まで航行することができる。最高速度は、時速3 5トルまで許されている。ただし、市街地域では、下り時速1 8トル上り時速1 2トルまでである。 比較的川幅が狭く、許可されている、走行速度が速いことから、ベーザー側は、スポーツ船にとって、理想的な地域である。オーバーベーザーは、特にカヌーや、カヌーキャンピングに人気である。通常の状態のベーザー側の流速は、平均時速 4.5km で、レジャースポーツとしても、過度に負荷のない長いコースが取れる。これを見込んで、 多くの貸しボート屋が営業しており、カヤックやカナディアンカヌーの貸し出しのほか、ピックアップサービスも行っている。ベーザー側は、ボート競技でも、特別に人気のある水域である。ハンミュンデン、ホルツミンデン、ヘクスター、ボーデンベルダー、ハーメルン、リンテルン、ミンデン、シュトルツェナウ、ニーンブルク、ホーヤ、ブレーメンに、想定クラブがある。一年に一度、 ハン・ミュンレンとハーメルンの間のオーバーベーザーで ICF ベーザーマラソンが開催される。この大会には想定、カヤック、カヌーの部門がある。53.80km のコースと 135km のコースがあり、参加者は希望のコースを選ぶことができる。2006年の大会には1800人がエントリーした。 二年ごとにリングデアはサーポベライヌムダイポルタ、ウエストファリカによるブラウバンドデアベーザーが開催される。毎年9月の第一週末に開催される。この催しでは様々な種目のウォータースポーツ競技が行われる。同時に開催される民衆祭は毎回約10万人の観客をベーザー下半に引き寄せている。土曜日には炎のベーザー側というモットーのもと。 暗くなるとともに競技者たちが参加する、ボートパレードが行われる。民伝ンン水路ジャンクション。上が、ミッテルラントンガ、下を流れるのがベーザー川1914年から、民伝の北にある、民伝水路ジャンクションでは、ミッテルラントンガが、水道橋でベーザー川をまたいでいる。この橋は1945年に、ドイツ軍によって破壊され、 1950年代に再建された。1998年には船舶交通量の増加や新たに大きな船舶クラスに対応するための運河増強に伴って2本目の橋が増設された。古い橋はこれ以降はスポーツ船のみが使用している。3つの席がベーザー川とミッテルラント運河との間の2本の水路を形成している。 この水路はこれらの高門によって約13.20メートルの高低差を克服しなければならない。一本はシャハト関がある北接続運河、もう一本は南接続運河で二つの関とその中間の高さに港湾施設がある。さらに水路ジャンクション脇にポンプ施設があり、これによってベーザー側の水を運河に上げ、運河の水量を一定に保っている。 民電水路ジャンクションによって、ベーザー側の船舶航行は、西のライン側やルール地方及びエムス側へ、東のエルベ川やさらに、マクデブルク水路ジャンクション及びエルベハーフェル運河を経由して、ベルリンやオーデル川に直接行くことができる。民電車派とコーモンブレーメンの、コーモンブレーマーハーフェンの大東大ガスを充填した、最初の航路標識は1830年に、 雪氷線バルゼン号の協力を得て、アウセンベーザーに設置された。ジモンローシェンの設計に基づき、ブレーマーハーフェンのコルムブス堤望大灯台の建設が1853年に始まった。このネオゴシック様式のレンガ作りの灯台は1855年に完成し、1986年までウィンターベーザーの標識塔として利用されていた。 1984年からは、保護文化財に指定されている。これに続いて1855年から1856年まで、法エベクの東大建設が行われた。1874年に、最初の東大線がアウセンベーザーに収益した。アウセンベーザーの有名な東大ローターザンとは1885年に、使用が開始された。1887年には、 エーファーザントの灯台がこれに続いた。1907年に灯台線、ノルデマイの収益によってアウセンベーザーの航路標識システムが拡大された。同じ年にロッベンプラーテに航路標識が設けられたが、1928年に灯台に置き換えられた。ゾルトヘルミア・ブリンカーマホーフの灯台がこれに続いた。 1953年にエルベ川とベーザー川との間に初めて地上レーダー実験が開始された。1965年にアウセンベーザーの地上レーダー網の構築が完了した。暫定的なレーダーセンターは初めはベッデバルデンに設けられ、1965年からはブレーマーハーフェンに置かれた。1964年にアルテベーザー灯台が 完成し、ローター残と灯台の最後の灯台守が灯台を離れた。さらなるレーダー網の拡大や、新しい超短波症用通信が、目視が効かない、天候下での船舶航行の安全確保に寄与した。1966年に、テーゲラープラーテ灯台の使用が開始され、灯台線ブレーメント置き換えられた。同じ年に、 海洋航路標識の遠隔操作の試みが初めて行われ、1973年には全ての灯台から灯台種の撤収が完了した。この翌年にウンターベーザーソいの灯台システムの構築が開始され、1975年にブレーマーハーフェンとフンテ川川口との間のレーダー網が追加された。このレーダー網は1981年に稼働を、 開始した。その後、アウセンベーザーのレーダー網は徐々に新しい技術に対応して更新され、あるいは場所を移された。1989年からウンターベーザーのレーダー網はブレーメンまで拡張され、ここにもう一つのレーダーセンターが建設された。エーデルスハイムとギーゼルベルダーとの間のベーザー自転車道観光にとって重要なのは、 ハンミュンデンを含むベーザーベルクラント、ラインハルトの森、ゾリング産地、バート・カールスハーフェン、ヘクスター、ハーメルンであり、オーバーベーザーやミッテルベーザー沿いに16世紀から数多く残るベーザーアルネサンス様式の建築群である。ウンターベーザーでは、ブレーメン、ブレーマーハーフェン、ブラーケがあるベーザーマルシュや、無数の水門、運河、 足拭き屋根の家が観光場のクライマックスを担っている。オベーレス・ベーザータールやミッテレーレス・ベーザータールでは、ドイツで最も人気のある、遠距離自転車道の一つ、ベーザー自転車道が通っている。自動車での旅行者は、ベーザー川沿いに、ベーザー・ルネサンス街道を旅することができる。サイクリング客は川沿いに、約 500km のベーザー自転車道を旅することが、 できる。この自転車道のコースは、オーバーベーザーでは、川辺近くを走り、ミッテルベーザーでは、しばしば遠く離れ、ブレーメンより下流では、長い区間を、堤防の裏を走るため川を見ることができない。ベーザー側の勾配は、大変に緩やかであるため、過大な負荷なく、川沿いを遡ることができる。ブルスフェルデ修道院協会コルバイ修道院。 エーバーシュタイン城シャウムブルク城カイザー、ビルヘルム記念碑ベーザーシュタイン近くのクベステンベルク、山腹の眺めの良い場所にベーザーリートの石踏みがある。この石踏みは、ベーザーリートの作詞者、フランツ・フォンディングルシュテットと作曲者、グスタフ・プレッセルを記念して1931年に、建立された。この記念碑には、ハン・ミュンレン出身の彫刻家、 グスタフ・エイバーラインが製作したブロンズ製の二人の肖像プレートがはめ込まれている。このベーザーリートとは別に東ベストファーレンの地域参加としてもう一つのベーザーリートがある。ベーザー川沿いの発電所はベーザー川の水を冷却水としてまたはせき止められた水の位置エネルギーを利用したエネルギー源として利用している。 ブレーメンヘーメリンゲンの水力発電所の新設は2002年までに5件の提案がなされた。その中でグリーンエナジー・イージーの子会社で構成される企業グループの計画が監督官庁の認可を得た。2006年に計画確定審査会が開かれ、この場では協業関係者から反対意見が述べられた。水源から川口までベーザー側を渡るすべてを列記する。 このうちオーバーベーザー及びミッテルベーザーのフェリーは主にロープ式フェリーである。ウンターベーザーの看板の影響を受ける地域ではロープ式フェリーは定期的な道引きのために使用できない。このためここでは自走式のフェリーが使われている。多くのフェリーは長い伝統を有している。いくつかは長い中断の後観光目的で再開された。オーバーベーザー ミッテルベーザーのフェリーには、一方方向にしか運行していないものもある。オーバーベーザーベッカーハーゲンヘーメルン間のロープ式、フェリーホルツミンレン旧市街と、旧市街の橋ポレ上司から見たポレ、ハイトブリンクマのフェリーハーメルン旧市街の橋、ミッテルベーザーシュリュッセルブルクの園庭方やの道路橋、ウンターベーザーシュテファーニ橋。 ビルヘルム海前橋フェーゲザック号ベーザートンネルの入り口のルデンハム号ハノーフェルシェフリッペンを走るゾリング鉄道両岸ともに鉄道路線が付設されているライン側の上中流域とは対照的にベーザー川沿いに上流から下流まで通して走る鉄道路線はなかったオーバーベーザーの谷は経済的に注目されることがなくまた国境地域であったため ハノーファー王国国営鉄道は、ライネ川を通るハノーファー南鉄道の代わりになる路線を建設することはなかった。ディーメル川下流部とベーザー川の谷を通ってカッセルホルツミンデンを結ぶはずの鉄道路線は、カールスハーフェンの2つの駅の間のわずかな距離が結ばれていなかった。東西方向にもハーメルン下流部のベーザー川沿いを鉄道が走っている。 ミッテルベーザー沿いには、ハノーファーブレーメンお及び民伝ローテンブルクを結ぶ鉄道網の一部をなす路線が付設された。ウンターベーザーでは両岸に鉄道路線が設けられている。一部は1 0トル以上側から離れているが、これは湿地の土壌が鉄道建設の地盤に適さないためである。ウンターベーザー近郊のローカル鉄道は旅客運行をしていないか、 廃止している。以下の路線がベーザー川近郊を走っている。ブレーメンオルデンブルク線の歴史的名称としての、ベーザー鉄道と混同しないよう注意が必要である。ハーメルンのベルダーブレーメン、造船所島のポプラのキブラーケと、ハリーヤーザント等を結ぶ都船群とジート号これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に最初直接参照をしてはおりません。ありがとうございます。